皆さんこんにちは、かっちゃんです。節分ということで、今日は2月3日節分の恵方巻レシピということで、ネギトロと大好きなたくあんを合わせて、意外な組み合わせがめちゃくちゃ美味しいトロたく恵方巻を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。酢大さじ1、砂糖小さじ2、塩小さじ4分の1を合わせ、すし酢を作ります。温かいご飯お茶碗1杯分に合わせたすし酢を回しかけ、お米を切るように混ぜ合わせます。ではすし酢を合わせて全体にツヤが出てきたら、粗熱を取るのにお米を広げるようにしてボウルにね貼り付けておくと粗熱取りやすいので、こんな感じでボウル全体にお米広げておいてください。では酢飯が出来上がったら、粗熱が取れるまで冷まします。たくあん 40g を 2mm 幅程度に細切りします。大葉3枚は茎を取っておきます。はい、では食材を準備して、酢飯の粗熱が取れたので、海苔の光沢がある面を外側にし、海苔の短い辺が横に来るよう巻き酢の上に置きます。海苔を置いたら、海苔の奥2から3センチを開け、均一に酢飯を広げのせます。酢飯をのせたら、お米の中央に大葉の表面を下にしてのせます。大葉をのせたら、大葉の上に切ったたくあんとカニカマ3本を方向を揃えてのせます。カニカマ、たくあんを乗せたら、ナイスふるさと納税。ネギトロ 80g を上に乗せます。はい、ではネギトロを乗せたら、巻き酢の手前部分を持ち上げ巻きます。では巻き終えたら、輪ゴムで留めて冷蔵庫で5分から10分ほど休ませます。では冷蔵庫で休ませたら完成なので、まあ、このまま1本丸かじりしたい場合はそのまま食卓に出していただいてもいいですし、大体1本でね2人前くらいの分量になるので、今日は切って盛り付けます。断面はこんな感じに出来上がってます。OK。はい、ではこんな感じで、お家でお手軽簡単美味しいトロたく巻き寿司の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はネギトロとたくあんを合わせて、意外な組み合わせがめちゃくちゃ美味しいトロたく恵方巻を作ってみました。それでは本日はお吸い物で乾杯。乾杯。くー、おいしる。じゃあ早速いただきましょう。2月3日もうすぐ節分ということで、私静岡県だったかな、年末にふるさと納税をして、ネギトロを使えないかなと思ってて、このネギトロとたくあんの組み合わせが意外にも美味しいトロたく恵方巻を作ってみました。今年は南南東のやや南、南南東のやや南らしいです。難しいですね、やや南って。ちょっとこのままハーフサイズの方をガブッといただきます。じゃあいただきます。とろうま、めっちゃ合う。ネギトロって結構濃厚な味わいなんですけど、この濃厚なネギトロにたくあんが合わさることでうまく味を締めてくれて、意外な組み合わせなんですけど、とてもよく合った美味しいレシピです。このところネギ
わのこでとろっとしつつもたくあんのポリポリとした食感が美味しく食べられます。一緒に入れた大葉の風味もよく合い、カニカマを入れることでボリュームが出て美味しく仕上がります。ほんとこのちょっとねカニカマを入れるだけですごく見た目も綺麗に豪華に仕上がります。酢飯の部分も寿司酢も自宅にあるような調味料で簡単に作れますし、巻き寿司っていうと結構ハードル高いイメージがあるんですけど、お手軽に作ることができます。で食材も今回の手順の重ね方で一番柔らかいネギトロを上に持ってくることで巻きやすく、断面も綺麗に仕上がります。巻き寿司ってほんとスーパーで買うとね結構値段がしてるので、こうやって自宅で作ると安価に作れますし、ちょっとこう巻き寿司を作ってみたいけどチャレンジしがたいなっていう一人暮らしの方とかでもチャレンジできるような分量になっているので、節分の日に自宅でも作りやすい分量工程になってます。で1本だと半分ずつ食べてちょうどね2人前くらいでいい分量だと思うんですけど、2本3本量増やしたい場合はシンプルに材料倍量にして作ってみてください。私ガリとサーモンの組み合わせもすごく好きなんですけど、ネギトロとねたくあんも意外なんですけどほんとめちゃくちゃよく合います。ほんとこう節分に丸かじりして食べてもいいですし、こうやって巻き寿司にして食べても美味しく食べられます。うん、はい、ということで今日は意外な組み合わせがめちゃくちゃ美味しいトロたく恵方巻きを作ってみた動画でした。たくあんの味で濃厚なネギトロがグッと引き締まり、ネギトロのトロッとした食感にたくあんのポリポリ感が美味しいレシピです。ほんとお茶碗1杯分のご飯とあと具材があれば巻き寿司1本からでもすごい作りやすい美味しいレシピになってますので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイエホー。ガリが美味しいわ。